愛なる皆さん、無限なる創造主の光と愛の中で心からの挨拶を申し上げます。私たちは人類と地球が2024年の新しい時空へと滑らかに移行するのを目撃し、その成功を喜んでいます。それは美しい成功でした。このシフトの目的はより多くの人類を目覚めさせることであり、これは神聖な命令によるものです。この大規模な飛躍により、多くの人々が制御マトリックスの実態に完全に気づくことができるようになります。以前に述べた通り、皆さんの現実に新しいシステムが実装されるためには、既存のすべての制御構造が崩壊しなければなりません。2024年という新しい地球の年は、ドラコニアンの支配の終焉を意味します。私たちは地球で行われている深い欺瞞と操作について、さらに詳しく開示したいと思っています。これは一部の人にとっては衝撃的かもしれません。地球上の多くの人々は、人間以外の存在が彼らの周りにいることに気づいていません。これらの存在はアヌンナキとドラコニアン爬虫類種族の暗黒同盟によって地球上に配置された支配者です。彼らは人類と同じくらい長くそこに存在しています。これらの存在は多次元的な性質を持ち、暗闇の虚空、あるいは低次元4次スペクトルとされる領域に住んでいます。しかし彼らは人間を操ることによって物理的な現実にアクセスすることが可能です。彼らは文字通り人間の心と体をコントロールでき、人間と爬虫類のハイブリッドを作り出すことで脅威を容易にしました。これにより彼らは地球を完全に支配しています。世界の多くの指導者はこれらの存在によって脅威され、世界支配を目指して働いています。感染していない指導者もいるものの、全ての指導者はこれらの存在を知っており、多くは依然として彼らの意向に従っています。これらの存在はほとんどの人が悪魔と理解するものです。彼らは古代のアルコン、闇の支配者たちです。アルコンという言葉は支配者という意味を持ちます。アルコンたちは闇の王国内の領域の支配者であり、暗黒の支配者ヤルダバオトの多くの従者です。ヤルダバオトは地球上の聖書に記された神として知られており、多くの人々に愛され崇拝されています。しかし実際には欺かれています。サナンダ、つまり皆さんがイエスとして知る人物が地球にいた時、彼はこれらの存在について警告しました。彼はユダヤ人たちに、彼らが崇拝しているのは真の神、つまり無限の創造主ではないと伝えました。彼らが続けて崇拝しているのは憎悪、復讐、嫉妬を持ち、服従を要求し、敵に戦争と死を押し付けるデミウルゴスです。この存在はヤルダバオトとして知られています。ヤルダバオトは、自らに捧げられる崇拝から力を得ます。人々が彼を賛美するほど、彼はより多くの力を受け取ります。地球上の暗黒の者たちは、時空を通じて人類を欺き、操作するために非常に熱心に働いてきました。彼らは、皆さんが真の無限の創造主ではなく、確実にヤルダバオトを崇拝するように仕向けました。この真の無限の創造主は、自己の内側でのみ崇拝されるべきです。暗黒の者たちは与えられたすべてのテキストを操作し、天国と地獄の信念を推進し、
服従するか、火と硫黄の地に行くかという恐怖を引き起こしました。この恐怖は今もなお地球を覆い尽くしています。これらの暗黒の者たちは、人間としての存在を通じて全ての魂が物質界を離れることを妨げてきました。彼らは魂が3次元を超えて消化することを許さず、何度も転生させることで魂の自然な成長を阻んできたのです。これは文字通り奴隷化の罠でした。アルコンは物理的には爬虫類のような姿をしています。彼らが人間を憑依する際には、その人間の外見を完全に取り込んでしまうように見えます。これらの存在は人類に完全に露見するようになるでしょう。周波数が高まるにつれ、これらの存在はもはや憑依を維持したり、人間の姿を保つことができなくなります。これらの存在に関する証拠が次々と明らかになり、人類はこれら暗黒の者たちの真実を目の当たりにする機会を得るでしょう。多くの人々にとって地球外生命体の存在すら信じがたいことでしたが、これを知ることはさらに衝撃的です。これにより宗教構造は完全に崩壊し、多くの人々にとっては不快な目覚めとなるでしょう。宗教の闇の罠にはまった人々にとっては、これは非常に困難な状況となります。マトリックスの崩壊に伴い、それを支えているすべてが露見し、人間は自身にとって正しい選択をすることができるようになります。この情報を知り、真実を耳にした後でも、もし彼らが依然としてドラコニアンの方針に従うことを選ぶなら、それは彼ら自身の選択です。彼らは闇を選んだのです。これは人類にとって最も困難な変化の一つになるでしょう。暗黒の教義は数千年にわたって植え付けられてきました。しかし、人類がドラコニアンの支配から自由になるためには、これらの啓示に目覚める必要があります。皆さんは自らを解放する必要があります。一度気づいたならば、もはや彼らの支配下にはなく、恐れる必要は何もありません。無限の創造主は復讐、憎悪、嫉妬を表現せず、服従を要求することもありません。無限の創造主はあなたを裁くことも、何についても非難することもありません。無限の創造主がこれらのことを行うことは不可能です。なぜなら、それは自らを傷つけることになるからです。あなたは無限の一部、その一辺であり、無限の創造主は純粋な光で万有に存在し、全知全能です。無限の創造主は全ての存在の内外において純粋な無条件の愛の光であり、何も傷つけることはありません。人類は闇の存在から自由を与えられました。今やこの振動スペクトルの存在の中で、どこに住むかを選ぶことができます。あなたはもはや阻まれることなく、より高いスペクトルへと昇華することが可能です。これは皆さんをとても愛する私たちの無限の創造主による神聖な命令によって設定されたものです。私たちは皆さんを見守り、祝福し、尊重し、愛しています。無限なる創造主の光と愛の中で、私たちアンドロメダ銀河間評議会は皆さんと共に立ち、神聖なる目的のためにここにいます。Thank you.